ですからあれより甘くなるとねやっぱり長打ありますから、そうですね、もうボール球でいいと思いますね、はい、今日は斉藤が先発のマスクをかぶっています。寺原対ニック、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁にいます。はね、だいぶバッター早く感じてますよ、はい、ちょっと押されてますからね、ですから外にまっすぐでもいいでしょうね。寺原斉藤のバッテリーは何を選択したんでしょうか。次の球、広島1回の表チャンスが続いています。変化球、空振り三振。広島初回先頭バッターを送ったんですが、ここは寺原粘り強く投げて0点に抑えました。いい変化でしたね。そうですね、はい、ストライクからボールですよね。そうですね、寺原三振でピンチを脱しました。1回の表広島0点です。ここも簡単に追い込んだ寺原。結構鋭くいい変化してますね。そうですね、今のは挟んでいますかね、はい、140キロ近い落ちる球でした。ピッチャー寺原です。三振を取りました。ツーアウトランナー二塁です。2つ目の三振を取った寺原です。キャッチャークラ背番号40、最後はカットボールですね。堂林の方はちょっと翻弄されましたね。そうですね、はい、ここは、まあ、格の違い見せましたね。そんな感じですね、はい。